売り見栄えを野外に放つ前に不妊化を行っている。技術者不妊虫放し害は、害虫駆除の方法の一つで、人工的に不妊化した害虫を大量に放すことで、害虫の繁殖を妨げる方法である。特定害虫の根絶を目的に行われる。特定の害虫を人工的に増殖し、それを不妊化して野外に放つ。野外にいる害虫が、 交尾相手に放し飼いした個体を選んだ場合、子孫が生まれず、外中個体は減少する。有効な放し飼いを十分に続ければ、外中個体数は、幾何急数的に減少する。そして、野外個体すべてが不妊化された放し飼い個体とだけ、交尾すれば次世代の外中の個体数は例になるので、最終的には、根絶に持ち込める。 現在のところ、特定の害虫を根絶させる方法としては、ほとんど唯一の方法である。ただし、野生メスの出会う、フニニウの数が少量であれば個体数を減らす効果は得られないため、大量の害虫を生産する必要がある。不妊化には、普通は放射線が使われる。そのため、フニニウの生産には、専門的な昆虫生産工場が必要になる。ただし、 この方法が使えるには様々な条件がある。蒸気のようにかなり条件としては厳しいが、昆虫の場合、親と幼虫の植生の異なるものは少なくない。害虫であれば大量飼育の難しくないものも多い。この方法では、野外に薬剤を使用しないので環境汚染がないこと、薬物抵抗性のように次第に効果がなくなるような、 ことがないこと、すでに存在する種を話すので外来種を持ち込むような、在来の生物群衆の格乱を起こさないこと、同種内の繁殖に関わる構造を壊すだけで、他の種類への影響が少ないことなど、優れた特徴がある。不妊虫話外法を発案したのは、アメリカ合衆国のエドワード・ニップリングである。彼は北アメリカ南部地方で、幼虫が、 羊など家畜に寄生して、被害を与える、黒映えか、帯金映え赤の螺旋字映えの駆除法として、これを開発し、1955年に、キュラソー島での根絶に成功、アメリカ本土での駆除にかかり、1959年までに、フロリダ地方での根絶に成功した。なお、この事業は、不妊化に放射線を使うため、 平和のための原子力の一環としてのデモンストレーション的意味合いがあり、その分野からの後押しが大きかったとも言われる。その後、未倍類などを対象に、世界の何箇所かで同様の方法での駆除が行われたが、成功したところも失敗に終わった場合もある。テキサス州生まれで、大学で昆虫学を専攻したニップリングは、1939年頃、 当時画期的だった不妊防情法のアイデアに達した。このアイデアは共同研究者のレーモンド・ブッシュランドによって熱烈に支持されたが、その他の研究者からは一周された。第二次世界大戦が始まると、戦場で病気を媒介するかやハエの研究に二人とも忙しくなり、アイデアは一度眠ることになる。終戦後も続けられた核実験に反対する学者の中に、 アメリカのハーマン J ・マラーがいた。1927年に症状倍に X 線を当てて人為的に突然変異を起こさせた業績でノーベル賞を受賞したが核爆発によって生ずる放射性物質が人類に悪影響を及ぼすことを警告したのである。この警告をきっかけにマラーを知ったニップリングは放射線によってハエを不妊化できないかと尋ね。 かとの返答を受けた。生殖細胞は、その他の細胞よりも特に放射線に弱いので、適切な量の放射線を当てれば、ハエの体は元気でも、生死が不妊化するような突然変異を起こすことができる。1951年、ブッシュランドは 5000R の X 線、または、ガンマ線を、サナギの時期に当てれば、オスもメスも不妊化できることを明らかにした。 その後の結果は、上記の通りで、1959年に、フロリダ半島で根絶が成功した。また、テキサス州を含む、南西部の根絶事業は、畜産業者の強い要望と募金活動によって、1964年には、ほとんど達成された。しかし、メキシコから絶えず、螺旋うじばいが入ってくるために、完全な根絶は難しく、 メキシコで根絶が達成されたのは1990年になってからである。現在はグアテマラで根絶事業が継続中である。1995年、ニップリング博士はその功績によって日本国際賞を受賞するために来日した時、記者団のこれまでの研究で何が一番難しかったかという質問に、 根絶事業予算を獲得することだったと答えている。日本では沖縄の売り見栄えに対してこの方法が行われ、成功を収めている。売り見栄えは腰がくびれ、一見蜂のように見える1センチメートル足らずの見栄えで、キュウリやゴーヤーなど、売り類を中心とした果実に親が散乱し、幼虫は果実の内部を食い荒らす。もともと日本にはいなかったが、 台湾から侵入したらしく、20世紀初頭に八重山で見つかり、1970年には沖縄本島周辺の離島である久米島で発見された。このため、沖縄からは、売り類などの本土への出荷ができず、また、このままでは本土への侵入も懸念されることから、復帰記念事業の一つとして、久米島での売り見栄への不妊中法外法による根絶が行われることになった。 なお、ウリミバエは次第に北上して1980年頃には、アマミ群島を含む琉球列島全域に見られるようになった。この事業の興味深いところは、当初から伊藤義明らの個体群生態学者が計画に深く関わり、綿密な生態学的データの収集による調査結果の検討と根絶事業が、 同時進行的に進められたことで、そのため様々な記録や学術論文が残されている。伊藤はこれについて、上記のようにこの方法での対象根絶の失敗例が多いこと、しかもそれらに生態学者の検討が入っていないために、失敗の理由や原因も示されていないことを挙げ、そういった方面の検討を行いながら、事業を進める必要性を述べている。 久米島での根絶事業は1972年に始まり、1977年に農林省から根絶に成功したとの発表が行われた。この間に放し飼いしたハエの数は約3億匹に上る。那覇市に、ふにウりミバえの生産工場が作られ、最高で週に200万匹を生産、送り出した。ちなみに、久米島の面積は約60平方キロ。 ウリミバエは、作物だけでなく、野生の果実にもつく。事業開始当初のウリミバエのオスの個体数は、様々な調査の結果、11月下旬に最も多く、この時の個体数は1ヘクタールあたり650匹、島全体では250万匹という推定値が、出ている。ちなみに、生まれてくる個体数は、もっと多く、約4倍と見積もられている。 クメ島に続いて、規模の小さい宮古群島での根絶事業が行われた。その後に、沖縄本島の根絶事業が始まった。第一弾として、オスを誘引する薬剤による駆除が行われ、これによって個体数を減少させ、それから、不妊虫話外にかかる段取りである。沖縄本島では1986年に、実際の作業が始まり、 1990年、根絶の成功が発表された。最後の八重山諸島では、1993年に、根絶が確認された。全員事業に要した費用は169億6400万円。この間に放し飼いされたハエの数は、約530億7743万匹に、上る。オックスフォード大学とイギリスのバイオテクノロジー企業。 オギステックは遺伝子組み換え技術で不妊化したオスの熱帯シマカを作り出した。オックス5 1 3という単一遺伝子を組み込んだ GM 化は繁殖することはできるが子孫を残すことはできない。生まれた子供は生殖機能が発達する前に死ぬようにプログラムされているためである。作り出した目的は GM 化を大量に放って 野生のメスと交配させ、デング熱などを媒介する、熱帯島化を減少させるためである。現在、安全性と効果を確かめるための予備実験を、マレーシアで実施中である。読売新聞2011年1月28日の記事には、マレーシア政府は1月25日、遺伝子を組み替えたオスのカ6000匹を、クアラルンプールの近郊の森林に試験的に放ったと、 発表したとある。また同時に予測できない突然変異を引き起こしてより危険な顔を作り出すなど生態系を拡乱するとの懸念も根強く、米英など世界116団体が計画中止を求める声明を相次いで発表しているとも書かれている。サツマイモにはイモゾウムシとアリモドキゾウムシという世界的な害虫が存在する。 これらゾウムシの食害や切り口からの菌の侵入により、サツマイモはストレス応答反応として、一ポメアマロン等の有毒なフラノテルペノイドを産生するため、食用ばかりか家畜飼料としても利用ができなくなる。サツマイモ害虫であるゾウムシ類の本土での蔓延を防ぐため、植物防疫法はゾウムシ類の分布地域である。 南西諸島からのサツマイモを含む、キ種シ植物の移動を規制しており、分布地域では、ゾウムシ類の根絶防除事業が進められている。現在、鹿児島県の奄美群島北部の機械島、沖縄県の沖縄本島に近い久米島と津県島の3カ所で、それぞれ事業が進められており、沖縄の根絶事業では、イモゾウムシと、アリモドキゾウムシを、鹿児島では、 有りもど寄贈虫を、傍除の対象としている。有りもど寄贈虫の根絶傍除事業で核となるのは、不妊虫放し害法とオス除去法である。久米島での有りもど寄贈虫の根絶傍除事業は1994年に開始され、初期には密度抑圧のためのセーフェロモンと農薬を染み込ませた、誘札版の散布が行われた。その後、1999年から、 不妊虫放し飼いが開始され、一時期集あたり最大300万頭が放し飼いされた。これらの防除が効果を創し、2002年に島の全域で行われたトラップ調査で捕獲されたムマーク虫はほぼゼロだった。その後、急峻な海岸林や放置水田跡のの朝顔から有もどき象虫が寄生した茎が見つかり、不妊虫放し飼い法とオス除去法による防除。 継続しつつ、生息場所を潰していく地道な作業が続けられた。事業は難航したものの、2012年6月から2012年12月28日まで、根絶確認調査が行われ、2013年1月11日、事業開始から18年を経て、同等でのありもどき虫の根絶が達成された、ことが、那覇植物貿易事務所から発表された。 2013年4月22日には、有本寄贈虫の移動規制対象地域から、久米島町を解除する、省令改正が、農林水産省でも完了し、久米島での混絶が宣言された。総市目昆虫では、不妊虫放し害法を用いた、混絶成功例は、数あるものの、ばね目昆虫の広域的な混絶事例は、 クメジでのアリモドきゾウムシが世界で初めてである。1999年以降、この根絶事業で話し飼いされた、不妊虫の累計は4億6千万頭に上る。ありがとうございます。